うわー、皆さんいっぱいよそらありがとうございます。それじゃあ始めさせていただきましょう。どうも皆さん、こんにちは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 、ようこ、バーニーさん元気で何よりです。ようこそ夢と魔法の王国東京ディズニーランドへ。僕たちは皆様に東京ディズニーランドの様々な魅力を紹介するためやってまいりました。ジップンズームガイドツアーの3人です。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ皆様、東京ディズニーランドでもう15時になろうかというところでございますね。アトラクション、もう今日乗ってできたよという方いらっしゃいますか。お一人お二人3人4人5人6人7人8人9人10人ありがとう、11ありがとうございます。両手の指じゃ数えきれないね。ご数えきれなかったよかった。いつもなら1人か2人しかいないんだよねここね。さあというわけでね、まだねでも乗ってないアトラクションもあると思います。というわけでまずは皆様に東京ディズニーランドにある全てのアトラクションを素敵な音楽と愉快なパントマイムでぐるりとご紹介したいと思います。それでは参りましょう。東京ディズニーランドのアトラクションです。早まります。ペニーアーケード、カリブの海賊、ジャングルクルーズ、ウエスタンリバー鉄道からの魅惑の地球ルーム、スイスファミリーツリーハウス、カントリーベアシアター、ビッグサンダーマウンテン、トムソーヤ島イカダ、蒸気船マークトウェイト、はい、スプラッシュマウンテンからのビーバーブラザーズのカヌー探検、ビーダーパンサルの旅、白雪姫とおしりの小人、ウンテッドマンション、空飛ぶダンボ、キャッスルカルーセル、シンデレラのフェアリーテイルホール、アリスのティーパーティー、ミッキーのミルハーマジック、ピノキオの冒険旅行、イッツ・ア・スモールワールド、ペイさんのハニーハント、はい、ロジャーラビットのガーデンスピン、ミニの家、ミッキーの家とミートミッキー、ジップとデーンのツリーハウス、クジットのゴーコースター、ドナルドのボート、ムーフィーのペインダントプレイハウス、テンパーク、サージェット、スイッチエンカウンター、バーズライトイヤーのアストロブラスター、スペースマウンテン、スターツワーズ、ザ・アドベンチャーズ、コンティニュー、最後の一つ、モンスターズインク、ライド&ゴーシック。はい、というわけでグルイダーご紹介しました。ありがとうございます。さあ皆様、ただいまどこもかしこもね、アナとエルサのフローズンファンタジーの方が大好評開催中でございますね。さあ皆さん、あのですね、アナと雪の女王の本編です。こちらの方ですね、まあ、映画館に行った、ブルーレイディスクで見た、 DVD で見た、 VHS で見た、レーザーディスクで見た、え、何でも構いません。あのですね、本編見たことあるよという方にどれくらいいらっしゃいますかね。ありがとうございます。ほとんどの方が見てらっしゃる。ありがとうございます。まあ、アナと雪の女王といえばね、もう言わずもがな、素敵なね、音楽がね、いっぱいありますね。もう音楽ね、レジョン、このレッド・イット・ゴーなんか、アカデミー賞の歌曲賞を受賞しているぐらいね、素晴らしい音楽ですね。この他にも、様々な名曲、名シーンございますね。ね、せっかくね、音羽さんがバイオリン弾いてくださいますから、この音楽に合わせまして、皆様にね、僕たちでシーンを再現しつつご紹介させていただこうかと思います。どうしたんですか。大変ですが気合入れていきますよ。本日はですね、生まれて初めて、そして扉開けてについてご紹介をさせていただこうと思います。生まれて初めてといえばね、もうね、アナがね、喜んでね、こう街中駆け回ったりしますよね。あの絵画のポーズを次々とね、こう真似していくところが印象的なね、シーンとなっております。またね、扉開けてはですね、まあ言わずもがな、アナとハンス王子がイチャイチャするというシーンとなっております。イチャイチャしますよ。でもね、あの一つね、これね、問題がありまして、あの唯一の女性であるお父さんはバイオリンを弾いてくださっています。で、そうしますとね、私一言とパントマイムのガイドを組んで頑張ってアナ、エルサ、ハンス王子を表現しなくてはなりません。女性であっても表現しなくてはなりません。皆さん、そういうね、あのフィルターかけてください。フィルターかけてください。アナ、ハンス、エルサ、フィルターをかけてくださいね。皆さんよろしくお願いいたしますね。それではまず参りましょう。生まれて初めてのご紹介でーす。大野くん、早く支度をしてください。私です。大野くん、今日はアレウス様の戴冠式です。21歳になったエルサの戴冠式の日、長く閉ざされていたアレンデール王国の城の門が開かれます。この音楽は外の世界に対するアナの期待とエルサの不安を描いた音楽でございます。こんなブロンズ像もありましたね。さあ続いてここから絵画のシーンを真似していきます。
市中を駆け回ります。というわけでまずはこちら生まれて初めてのご紹介でした。そうなのこちらか。こうして出会ったのがハンス王子とアナでございました。馬に乗ったハンス王子とぶつかるというね、最悪な出会いを果たした2人でしたが、エルサの戴冠式のパーティーで再会すると兄弟に無視されてきた境遇などが似た者同士だと思って歌い出すアナとハンスです。アナとハンスです。皆さんそういうビルダーをかけてくださいね。二人がイチャつく様子がよくわかります。教えてよ何が好きか、僕と同じじゃないか、私たちはよく似てるね、あまた揃った、考えてること感じていること、そう本当に似てるね、一人一人寂しい日々にもうお別れしよう、二人だから扉開けて飛び出せるよ、今ももう二人だからおかしなこと言ってもいい、僕と結婚してくれ。大道君ゲストの皆さんに交わないと困ってるでしょ、困ってらっしゃるでしょ、大道君、ねえ、もうほんと戻ってない、もうね、はい、というわけでこちら扉開けてのご紹介でした。ありがとうございます。本編ではですね、ちゃんとアナがね、このハンス王子の告白に対してね、アナがね、もちろんってね、こう返すところがね、もう印象的でございましたね。この他にも様々な名曲名シーンね、ございます。こちらシンデレラ城でね、夜行われるキャッスルプロジェクションフローズンフォーエバーの方でね、見ることができますので、よろしければそちらの方もぜひとも見に行ってください。それでは我々はこの辺りで失礼いたします。この後も夢と魔法の王国東京ディズニーランドで素敵なひとときをお過ごしください。お相手を務めたのは実編ゼムガイドツアーの3人でした。ありがとうございます。それでは皆さん、いってらっしゃい、いってらっしゃい、あ、扉開けて、これで飛び出せます、よかった、どうぞ楽しい、いただきゃ、いってらっしゃい、いってらっしゃい、ありがとうございます、いってらっしゃい、ありがとうございます。この場所使わせていただいて楽しかったですか。よかった。どうぞ楽しんでいただきよ。いってらっしゃい。いってらっしゃい。あら、お誕生日の人がいたね。おめでとうって言ってこ。バイバイ。またお会いしましょう。いってらっしゃい。バイバイ。じゃあ僕こちらの中に戻ろうかな。ね。